人気作家チャオチェンチェンが手掛ける恋愛三部作の最終章を日本初放送。推理小説を書くのが好きな探偵マニア女子と法医学部のエリート理系男子の胸キュンキャンパスラブ、キュートな二人の甘くじれったい恋、サブキャラたちの恋模様からも目が離せない超話題の中国ドラマ、ロマンスの方程式、10月21日スタート。